両膝を緩めて腰を低く下ろします。左足の方に体重をかけて、右つま先を地面に軽くつけましょう。右足はいつでも持ち上げられるような体重のかけ方ですね。そして体の後ろ側の方に足をゆっくりと伸ばして、つま先から着地します。ゆっくりと体重を後ろ足の方に移動させていきます。体重は後ろ足に 70% ぐらい、前足の方には 30% ぐらいとなっています。そして再び後ろの方に重心を移動させたら、前足をゆっくりと右足脇に置いていきます。左足を後ろへゆっくりと伸ばして、重心を後ろの方に移動します。そして前の方へと重心を移動させて、再び後ろの方に移動していきます。反対足も同様に行っていきます。これの繰り返しですね。足の移動と同時に顔も後ろ側を向いてください。お尻を外に出さないようにして、背筋はまっすぐにして、肩、腕はリラックスさせてください。そしてゆっくり反対の足の方へと変えていきます。